テッサロニキ県はギリシャ共和国の中央マケドニア地方を構成する行政区の一つ。県とのテッサロニキはギリシャのマケドニア地方の中心でありギリシャ第二の人口を有する都市である。テッサロニキ県はギリシャのマケドニア地方と広域自治体としての中央マケドニア地方のそれぞれ中部に位置する。中央マケドニア地方の主婦でもある県とテッサロニキは 首都アテネの北北西約 304km に位置する。県の領域は東西に長い。南西はイマティア県、西は、ペラ県、北は、キルキス県、東は、セレス県、南は、ハルキディキ県にそれぞれ接している。ハルキディキ半島の付け根に位置しており、南西と南東でエーゲ海に面する。テルマイコス湾には、アクシオース川が注ぐ。また、県の中央部には、 コロニア湖とボルビ湖がある。県の中央部及び北部は山地であり、西部及び南西部には主に農地が見られる。また、県の西部には、ホルティアティス山脈が、北部には、ベルティスコス山脈が、北東部には、ケルディオ山脈が連なる。県の低地部及び平野部では、夏が暑く、冬が涼しい地中海性気候である。しかし、 海抜500メートルを超える地域と高地部では厳しい冬となる。テッサロニキ県は1913年の第一次バルカン戦争中にテッサロニキの町がギリシャ王国領となった時に作られた。当時のテッサロニキ県はギリシャで最も面積が大きい県であり、全ギリシャの7%を占めていた。1930年にはペラ県が 1937年には、キルキス県が分割され、第二次世界大戦後の1947年に、イマティア県とピエリア県が分割されて、現在の領域となった。1970年代には、地震が発生し、2006年には大雨による洪水の被害を受けた。テッサロニキ県、テッサロニキ県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 テッサロニキ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのテッサロニキ県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。県には 二つの軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。